こんにちは、モリアリです。はい、ということでですね、私、モリアリ痩せなければいけなくなりました。いや、それこそもう何百万年と言ってるって思うと思うの。私も思ってる。痩せなきゃいけなくなりました。確実に痩せなきゃいけなくなりました。というのも、実は5月ぐらいから私 NHK 様の企画にですね、参加させていただいていて、約でも8キロから10キロくらい減ったんですよ。頑張って減ったんですけれども、見事にまあそれから痩せなくて、じゃあどうしようっていうことで、今回ですね、おお、すごいな。はい、ということで形から入ろうということで、ウェアを購入しました。すごいピンクのウェアを買いました。なので今日はこれ水着なんですけど、ウェアを着た後にちょっとストレッチをしたいなと思います。ずっとこの水着だからさ、だって私はサイズ測定をした時、何年前でしょう、あれもう 3,4 年前だと思うんですけど、そのサイズ測定をした時に着てた水着をまだ着てストレッチしてるぐらいなので、普通のこのねストレッチウェア買ったので紹介していきたいと思います。いや、これなんかマジで広げてないからさ、こういう感じになってるのか全くわかんないんですけど、可愛いなと思ってほら買いました。短くない？あ、でもこれなんかあれか、下に履く系だよね多分。でも可愛いやん、可愛いやん。ああ、はい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 、これ履いてさっきの履くのはちょっと違う。これはこれで多分ウォーキングとかに履くんかな。これっすね、これ履いてさっきの履くんだ。可愛いやん。これとめっちゃ入ってるね、1個につき。いや、ちょっと待って、どういうこと、これは分からない。どういう、え、これ何、これどういうことですか、これ。何、仕方がマジ分かんねんだけど。腹の位置定まる、これ。え、ちょっと待って、これ何、こういうこと、これちょっと分かんないからこっち置いとくわ。え、ちょっとびっくりした、うちに出たから。何これ、これ何だって。長袖バージョンと半袖バージョンがある。ちょっとこれよく分かんねえな。あ、これいいやん、これめちゃめちゃ良きかと思います。ちょ、これ後で着ますね。で、もう一個のセットがあるので、なんでこんな買ったのってさ、やっぱり毎回ウォーキングする時とかジム行く時とか、私ジム行ってるんですけど、ウェアがさ1個じゃ足りないのよ。回数的とか買ったんですけど、超凶悪な、何このスケルトン、すごいなんか防寒性ないやつなんだけど。あ、いいやんいいやん、一番こうなんていうんですか、ベターのウェアって感じですね。こういう感じね。これ入る、私これ、入る、これちょっと心配やね。着てみようと思います。はい、ということで着てみました。これすごい可愛いね。7000円はしなかったぐらいだった気がします。あ、でもいいんじゃないですか、これとこれ履いてウォーキングとかでもね、あとはヨガとかストレッチはしてもいいかなと思いました。これは可愛い、すごい。でもやっぱり一応これも着てみようかなみたいな思ったんですけど、マジでこの穴よくわからんのよね。これちょっとなんかよくわからんのよな、何の穴なんやろこれ。これちょっと着方ご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。まだね、これ他にも着てないウェアあるので、ちょっとチェンジしていきたいと思うんですけど、ごめんね、全身映したいんだけど、ちょっと思ったよりもちょっと今回はすいません、ちょっと本当にこれはね、次のウェアで運動したい。つらい後ろ、なるべくだから、もうすごい前に出て喋ってるんですけど、はい、ということでちょっと次のウェアで運動していきたいなと思いますので、ちょっとお待ちください。はい、着てみました。ね、ごめん言っていい、入らんかっただよねって。入んないもんだって。いや、前も言ったけど、見た感じの身幅でさ入らないことがあるんですとか言ったけど、入んねえもん。伸ばしても私の骨盤の領域絶対超えてるもんねって。これはちょっと保留にしておきましょう。ちょっと痩せたらもう一回着てみます。で、このなんか防寒の薄そうな服は意外とちょっとポカポカしたあったかいっていうメリットを見つけました。これを着て本当はストレッチしたかったんだけど、できなさそうなので着ないやつはねまとめていこうと思う。いやー、マジか。なかなかね、ちょっとカービィがさ運動してるみたいなぐらいになっちゃうかなと思って、これ買うの控えてたんですよ。可愛いなと思ったんだけど、でももうカービィでいいかなと思って、もうしょうがないじゃん、だってカービィをカービィなんだもんって思ったから、とりあえず、ね、痩せることを目標に頑張ろうかなみたいな思いましたね。で、今日脱ぐとさ、見てこれも結構パトパトよ、パト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 してるから、ちょっともう恥とかどうでもいいわ、もういいです、脱ぎますもういいです。今さらさ隠してももうさ肉があることにはね変わりないので、とりあえず脱いでストレッチをしていきたいと思います。今日やるのはこれなんですけど、そう、この間もねやったんですよ。ルーティンをやった時にやったやつなんだけど、この肩甲骨をゴリゴリするっていうねやつをやったんです。なんですけど、今日はこれでゴリゴリ足をやっていこうと思います。足痛いんさ、これね結構痛くて、こうやってやって、こう、あー
これの繰り返しです。ちょっとアングルやばない？こういう風にして、あーこれ痛いんですけど、これをねずっとこうなんていうのかな、まんべんなくというか繰り返すことで体がポッポしてくるので、これをめちゃめちゃ繰り返してやります。で、太ももも、こっちもやるんですけど、あー痛い、あ左の方が痛いなこれ。でこう多分長年エステとかももう行ってなくて、でも今月からちょっと再開しようと思ってるんですけど、こういう風にゴロ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 ってやって、痛い、でもこんな感じでやるんですけど、あとこっちね、ここ太もももうこうやって、あ太ももは気持ちいいわ、こうやってやっていきます。ゴロ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 って、あここ痛い、痛い、はいみたいな感じで、もうハーハー言うてるやろ。これ結構効きます。これ使ってできることって他にも何だろう、あのこの間やったちょっとあのトドみたいになったのでやりたくないんですけど、今日はこの間寝転がってここをゴリゴリしたやつなんだけど、とりあえず肩甲骨をね回すことって大事なんですよ。ここの肩甲骨を刺激してポッポしてくるみたいな、褐色脂肪細胞とかをポッポさせるみたいな、すごい大事なことだと思うんですけど、これでできるのはでもそうですね、足と背中とかですね。でもやっちゃう、ここね、こんな感じで、あ、そう、あ、痛い、こういう感じです。痛いよ。これをこういう風にしてずっとゴリゴリやります。はい、とかなんかいろいろ始めたいと思います。こうあの前も言ったんですけど、ウォークイン部屋なので、あの運動する部屋ではないんですけれども、撮るところがねリビングとここしかないから、まあ、多分ここで撮っていくかなと思います。その痩せなきゃいけなくなったっていうのは、私ちょっととあることを12月にするんです。なので、まあ、個人的目標ではあるんですけど、痩せなきゃいけなくなったので、んーそうだな、体重的にはね、体重の話はまた別個違う動画でしようと思ってるんですけど、体重的には10キロくらい減ったらいいなぐらいで、体重よりかはとりあえずボディメイキングの方をしていきたいなと思っているので、そっちをちょっと重視に頑張っていこうかなと思っています。前していた医療ダイエットなんですけど、今は医療ダイエットはしていなくて、ボディメイクの方を中心にやっているので、まあ、ダイエット開始とかそういうサムネにもしなってるかもしれないし、再開とかなってるかもしれないんですけれども、まあ、自分でねボディメイクをしていくよっていう動画になります。すごいこれ肩悪い人みたいだね。はい、こういう風に喋りますわ。あと私のチャンネルアート変わりました。この間めちゃめちゃ頑張って作ってたんですけど、毎週9時にどこかであげるよっていうようなアバウトな感じで作り直させていただきました。ジャンル的にはもう今までと変わらず、音フェチだったりダイエットだったり DIY だったり、コスメのことだったり購入品だったりラブログだったり、まあ、本当にもうなんていうのかな、オールジャンルやっていくんですけど、やっぱり今日あげたようにダイエットは私の永遠のテーマでもあるので、ダイエットと音フェチっていうのは絶対に欠かさず上げていきたいなと思っています。私は太ったり痩せたり両方経験していて、それはリバウンドではなくてお仕事でやっぱ太ったり痩せたりしていたっていうのがあるので、なんか今回はお仕事でもなく本当にプライベートで痩せたいって、もう太るお仕事はしないですって公言してしまったので、やっぱり痩せなきゃいけないっていうのが説にありまして、でもちろん私がピンクだったりとか、まあ太ってることっていうのはキャラクターでももちろんあるんだけど、太ってることはやっぱ好きになれないんですよね。自分自身を好きになってあげる材料として、なんか太ってる自分っていうのはあんまりいい思い出がないので、だからやっぱり痩せたいなっていうのが一番にあって痩せようと思いました。はい、ということでここまで見てくれてありがとうございました。今回はフィットネスの動画というよりかはフィットネス用品を揃えたよっていう、まあその形から入るタイプなんで揃えたよっていう動画だったんですけれども、一部入らなくてちょっとびっくりしたんですが、いろいろまあこれからこういうこともして痩せましたとか、まあこれからどういう風に減らしていくのかとか、そうですね、こういうのを飲んでますとか、そういうのも紹介していけたらなと思っているので、ぜひ皆さんこれからもご視聴よろしくお願いいたします。この動画が少しでもいいなと思ってくれたり、頑張ってって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。森愛でした。せーの、お座り、バイバーイ。私は不思議な国の